1990年、アメリカ史上初の女性シリアルキラーが誕生した。女の名前はアイリーン・ウォーノス。今回は狂気に満ちた彼女の人生を振り返ろう。1956年、アイリーンはアメリカのミシガン州でこの世に生を受けた。しかし、ガキとかマジめんどくせえよ。親父もクソだし。そこに彼女の出生を喜ぶ家族は誰もいなかった。アイリーンの両親はどちらもまだ10代で、父は精神病患者、母はアルコール依存症。お前なんで産んだんだよ。下ろす金がないんだからしょうがないだろ。絵に描いたような救いようのない環境だった。結局父親は逃げた。その後は母親が育てていたが、ママ行っちゃやだ。彼女が4歳になる頃、その母も蒸発、祖父母の家に引き取られることになった。こうして最悪の両親の元を離れたアイリーンだったが、給与安いんだよ。祖父母もまたアルコール依存症だった。彼女の人生は負のスパイラルだった。こんな家庭環境で真っ当な子供に育つわけもなく、彼女の性格は瞬く間に歪んでいった。タバコ、薬の使用は当たり前。またそれらを購入する金を得るために、ねえ、ちょっとお小遣い欲しいんだけど。もうしょうがないな。中年の男と夜を共にすることもしょっちゅうだった。そして15歳の時、祖母が亡くなったのをきっかけに、こんな家二度と帰ってくるか、ボケ、死ね。彼女は高校を中退し家を出る。それからは廃車や廃屋を転々としつつ、娼婦として生計を立てていたが、話せよ畜生。このおとなしくしないか。家出から3年後、飲酒運転をして逮捕されることになる。以降は窃盗、強盗、小切手の偽造など多くの犯罪を重ね、またお前か。はーい、どうも。刑務所の出入りを繰り返す毎日を何年も送っていた。それから十数年、体を売って生活費を賄っていたアイリーン。ねえねえお兄さんたち、私といいことしていかない？しかし、ああ冗談だろおばさん、どうせ金払うならもっと若い子にするっての。彼女はまだ31歳だったが、長い不摂生が原因で老け込み、ついに客が取れなくなってしまったのだ。さらにこの頃、アイリーンはある女性と付き合っており、男はみんなクソよ。あいつらは女を虐げる悪魔だわ。そうね、その通りだわ。その女性が男性をひどく罵倒する様に共感した彼女は、そうだ、私がこんな惨めな暮らしをしているのも全部男のせいよ。復讐してやる。男なんて皆殺しにしてやる。湧き上がる怒りの矛先を世の男に向けた。これが後に彼女を強行にかき立てるきっかけとなる。そして1989年、33歳となったアイリーンは頭に穴開いちゃった。ついに最初の殺人を犯し、男の所持品を奪った。これなら売春よりも楽に稼げると味を占めた彼女は、何のためらいもなく夜の客を次々と射殺していった。だがある日、犠牲者の一人から奪った車で事故を起こしたことで警察の捜査線上に浮上。そして数ヶ月後、アイリーン・ウォーノス殺人の容疑で逮捕する。ちょ、何もしてないって。彼女は逮捕されることになった。逮捕された当初、アイリーンは、あいつらが私を無理やり襲ったの、だから撃ったのよ。お前は毎回無理やり同じホテルで襲われてるのかと無謀な正当防衛を主張。さらに裁判中には、以上の事柄からも彼女の犯行は明確であり、黙れ、お前の言ってることは全部嘘だ、されっぽ。自分の不利な事柄を並べ立てる検事に中指を立てるなどの蛮行を行った。もはや更生の余地なしと判断され、遺体が見つからなかった1人を除く男性6人の殺人全てで有罪となり、死刑を宣告された。死刑となったことで自暴自棄になった彼女は、そうよ、最初から殺して金を奪うつもりだったわ、バーカ。これまで主張していた正当防衛を全部嘘だったと一転、さらに取材に来た記者に対しては、生きてる限り私はきっと同じことを繰り返すわ、私を生かしておくなんて何の益にもならない、自分の死刑を促すような発言を始めた。わずか1年で7人もの男を殺した悪女は、2002年10月9日、虐殺刑に処され、46年の生涯を終えた。その非道で冷酷な行いから、モンスターと呼ばれた女は、アメリカ史上最強の女性殺人鬼として歴史に悪名を刻んだ。